ねえ、遊びに来たの。開けて。ねえ、開けてよ。早く開けて。ねえ、いいでしょ？もう、何を恥ずかしがってるの？彼女が家に遊びに来るなんて、何でもないことじゃない。ま、あなたのそういうとこも好きだけど。え？私とはもう別れた？何を言ってるの？そんなわけないじゃない。あなたと私はずっと一緒。そうでしょ？別にしつこくつきまとってるんじゃないわ。私はあなたのそばにいるべき人間だから、そばにいるだけよ。いわば一心同体。魂同士が、きっと深く結びついているの。だから、無理に引き離そうとすれば、心が壊れてしまうわ。私も、あなたも。だから絶対にそばにいないといけないのよ。もう、こんなに部屋、散らかってるじゃない。あなたは本当に、私がいないとダメなんだから。ほら、ちょっとどいてて。私がきれいに片付けてあげるわ。いいの。遠慮なんてしないで。彼女として当然のことじゃない。あなたの部屋は私の部屋も当然。私が綺麗にしておきたいから、そうするだけよ。ようやく綺麗になったわね。ほら見て。物を片付けたら、こんなに広くなったでしょ？ああ、出てきたゴミ。全部そこのゴミ袋に入ってるわ。あなたったら、すぐに余計なものを買ってしまうんだから、いらないものは買わないで。何度も言ってるでしょ？それは今の彼女にもらったもの？こんなことをされたら迷惑。あなた、何言ってるの？あなたの彼女は今までもこれからも、私一人じゃない。知ってるわ。あなたは素敵な人だから、悪い女が近寄ってきているのよね。あなたをたぶらかして、私から奪おうとしているんだわ。なかなか電話に出てくれなかったのも、留守がちになっていたのも、そのせいなんでしょ。私、全部知ってるのよ。いつもあなたを見張って、後をつけていたもの。あなたはあの女に騙されているから、私と別れたいなんて思っているのよ。私、絶対に帰らないから。あの女からあなたを取り戻してみせるわ。ほら、ちょっと前までは、よく膝枕をしてあげてたでしょ？恋人って感じがして好きって、言ってくれていたじゃない。だから、ここに頭を置いて。私の体温も、私の体の感触も、思い出して。ずっと気持ちよくて、暖かいはずだから。どうして嫌がるの？照れてるの？ほら、早く来てよ。私の膝の上に来て。ねえ、どうして来てくれないの？
そうそう、それでいいのよ。なんでもないことじゃない。それじゃあこのまま耳かきしてあげるわね。あなたの耳かき、もうずっとできてなかったから寂しかったのよ。気持ちいいでしょ。もうずっとあなたの耳は私がきれいにしているんだもの。どこが気持ちいいのかも、どこを中心にすればいいのかも全部わかってるわ。他の人間に騙されるようなことには絶対にならないで。私以外の人間はあなたを騙そうとしているんだから。あなたは優しくてみんなが利用しようとしているの。みんな敵なのよ。ああ、せっかくのあなたとの時間なのにこんなことばっかりじゃ楽しくないわよね。大丈夫よ。あなたのことは全部わかってるから。何も言わなくてもいいの。私は誰よりもあなたを理解している。ねえ、覚えてる？初めてのデートの時のこと。あなたは恥ずかしがって手をつなぐこともできなかったわね。でも私はそんなあなたも大好きで、あなたの服の裾をつかんでて、ああいうデートもすっごく楽しくて、より一層あなたが好きになったのよ。結局、ちゃんと手をつなげたのは4回目のデートの時よ。あの頃は毎週のようにデートをしていて、その度にあなたは照れちゃって、でも私の服装を褒めてくれて、可愛いって言ってくれて、何でもないことのように私を褒めてくれるあなたが本当に大好きなんだから。
ところで今日は大事な記念日だけど、ちゃんと覚えてるわよね。去年だってお祝いしたでしょ。忘れてるなんてありえないはずだけど。あなたを試したいわけじゃないけど、私との記念日なんだから覚えてるでしょ。そうなんだ、忘れたのね。私、あなたとの記念日をそんなにいくつも作ってるわけじゃないんだけど。だってあなたと一緒に過ごす時間のすべてが特別だから。でも今日は特に特別な日だったから、記念日にしようって言ってたのに。付き合い始めた記念日、そんなんじゃないわ。初デートの日でもない、手をつなげた日でもない。ねえ、本当にあなたの心は私から離れてしまったの？そんなわけないわよね。あなたは今も私が大好きよね。忘れるなんてこと絶対に許さないわ。あの女のせいだと言うなら、あんなやつ。ごめんなさい。大丈夫よ、怒ってないわ。でも少し寂しいな。私との思い出があの女の思い出に上書きされているなら、腹立たしいんじゃなくて悲しい。あなたは今も私の恋人なのに、あんな女にくっつかれて思い出まで奪われて。きっとまだ私の頑張りが足りないのよね。大丈夫よ。もうこっちの耳かきは終わりにするけど、私があんな女を忘れるくらいの耳かきをしてあげる。だから私だけを見てて。大丈夫、信じてるわ。だからこれはお願いじゃなくて。気持ちいいわよね、その顔を見ていたらわかるから。こうやって耳かきを始めたのは付き合って2ヶ月目よね。ちょっとしたことからあなたが耳かきが大好きだって知って。それからは
もっと楽しい話をしましょう。ある時はデートしてる時に私がナンパされたこともあったわよね。あなたがトイレに行っている間に知らない男に言い寄られて、私の心は誰にも奪われないけど、彼氏がいると言えばあなたに暴力を振るうかもしれないと思ったから。でも戻ってきたあなたは相手に強く言ってくれて、私の手を強く引いていってくれて、あの時、ああ、私の運命の相手は本当にこの人しかいないんだと惚れ直したの。喧嘩もしてしまったわね。きっかけはご飯をどこで食べようっていうつまらないことだったけど、私の方が思ったよりも怒ってしまって、一人で走って行っちゃって、一人になってどうしてあんなことをしたんだろうって後悔してた。そしたらあなたが来てくれて、黙って手を引いて私が食べたいと言っていたお店に連れて行ってくれて。痛いぐらい私の手をずっと握っててくれて、こんなにかっこよくて頼れる人他にいないと思ったの。直前まであんなにひどいことを言っていたのに、いや、こんなに優しくて理想な相手絶対に他にいないわ。どうしたの？その反応。こんなにも新しい記憶なのに忘れてしまったの？あの女のせいね。大丈夫よ、私が思い出させてあげる。それにね、これからの思い出も決まっているのよ。来週には水族館デートに行くの。そこで私とあなたはぬぼーっとした顔のマンボウを見て笑っちゃってね。その次のデートは
私の好きなアーティストのライブよ。動員数は少ないけど、3年ぶりにライブが開かれることになったの。でもあなたったら、ライブの直前にお腹が痛くなっちゃってね。結局半分くらいしかライブは見れなくて。面白いけど、本当に素敵な人。結局私が見れなかった分の曲をアカペラで歌って聴かせてあげたんだから。すっごく楽しいわよね、あなたと私の毎日は。なんでそんな顔をしてるの？何もおかしくないじゃない。全部私とあなたの思い出でしょ。私の中には結婚して子供ができて、悲しいけどあなたが先に病気で死んでしまう記憶まであるのよ。運命を約束された相手なら当然のことでしょ。どうして不思議そうにしているのかしら。さ、お疲れ様。耳かきはこれでおしまい。ねえ、私とあなたがどれだけ深い関係か、これで改めて分かったでしょ。あなたは気持ちよくなれたし、こんなの他の人間には絶対無理よ。あんな女とはもう縁を切って、あなたを世界で一番幸せにしてみせるから。大丈夫よ、迷う必要がないもの。私は全部知ってるから。だから心配しないで、一緒に幸せになりましょう。私と手をつないでくれるだけでいいの。あんな女を忘れて幸せな二人に戻りましょうよ。他の人間なんて必要ないわ。あなたに不幸を運んでくるだけ。私だけがあなたを幸せにしてあげられる。あなただけが私を幸せにしてくれる。だからね、いいでしょう。ありがとう。あなたの手とってもあったかくて気持ちいい。じゃあ私の家に行きましょう。あの女も他の人間もいない世界に。私たちだけの幸せな世界に。